皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問いただきました。アドリブ演奏がとても苦手です。何もできなくて人前で大恥をかいてしまったこともあります。アドリブで演奏するための練習方法はありますか、ということなんですが、これはね、もう本当によくある、悩みだと思いますし、僕のレッスンでもね、よくやるんですが、例えばね、こうセッションに行ったりとかした時に、自由にね、こう叩くような状況にこうなった時に、なんか思ってるようにもう本当に全然叩けなくて、なんかすごくこう自己嫌悪というか、ね、こう終わった後になんか、もっとああしといたらよかったな、こうしといたらよかったなっていう感じてしまうこともあると思うし、まあライブでね、こうサウンドチェックで、さあドラムさんくださいって言われた時に、みたいな、こう何もやることあらへんみたいなこともまああると思うんで、まあアドリブ演奏苦手だっていう人は、まあ結構ね、実は多いと思うんですね。これね、アドリブ演奏ができるからいいとか悪いとかっていうことではなくて、実は、まあプロのね、こうバンドマンの方とかでも、なんか俺アドリブ演奏苦手やわっていう人っていうのも、まあいるし、まあ、バンドである程度ね、こうかっちりと決めて仕上げたフレーズを、まあライブで精一杯表現するっていうやり方を取ってる人もいるし、なんかアドリブ演奏をなりわいとしてる人とかもいるんで、まあその人のこうドラムのスタイルの違いがあるので、アドリブ演奏できるからこの上手いドラマーだっていうわけでもねないと思うんですよね。で、アドリブ演奏をするっていうことって、実はね、結構すごくハードルが高いことだと思うんですよ。ね、これまあ言語に置き換えるとよくわかると思うんですけど、例えば英語を勉強して、まあ3ヶ月ぐらいだとして、まあ友達に連れられてね、なんか外国人がたくさんいるバーに行った時に、さあ好きなように喋りなよみたいな、コミュニケーション取りなよって言われても、なんか喋りたい気持ちはすごくあるんですけど、その喋れないみたいなね、本当にね、言葉が全く出てこなくて。だからそのセッション行ってなんか好きなように叩きなよって言われても、叩きたい気持ち、表現したい気持ちはめっちゃあるんやけど、それを本当にフレーズが出てこないとか、もう表現がしたいけどできないっていうことは多いと思うんですね。で、これできる人は言うんですよ。いや、もっと恥ずかしがらずに、もっと来いよみたいな、もっとやれよみたいなことをできる人は言うんですけど、できない人にとってはやりたい気持ちはすごくあるのに本当に表現ができないみたいなね、っていう悩みがあって、で、本当にこう自己嫌悪にね、終わった後にこう陥っちゃうっていうのは、まあよくあるんですが、じゃあどういう風に練習をしたら、まあ自由に喋れるようになるか、まあ僕英語喋れないんですけど、自由に演奏できるようになるかというと、ある程度ね、英語とかでもそうだと思うんですけど、ある程度なんかテンプレートみたいなのがあると思うんですよね。だから例えば旅行のシチュエーションみたいな、この、文章があると思うんですけど、その文章がある程度できたら、例えば最後の部分のこれを別のことに差し替えたら別のシチュエーションでも使えますよみたいな、なんかそういうなんかね、英会話ってあると思うんですけど、ドラムもなんかそんな感じで、ある程度のテンプレートがあって、で、これを、例えば状況によってこっちに差し替えたら、こういう場面でも使えますよとか、なんかこれをもうちょっとテンポ上げて、こうしたら、こういう時にも使えますよというか、なんかこういうアプローチされたら、これをこういう風に差し替えたら、こういう表現になりますよっていう、なんかそういう、なんかこう、差し替えみたいな感じなんですけど、このテンプレートをアレンジする方法を知っておけば、そのね、例えば引き出しをどんどん増やしていけば、まあ、いろんな状況でも、まあ、自由に表現ができるようになっていくんじゃないかなと思うんで、そんな感じのことをお話を今回はさせていただきたいなと思います。で、ちょっと前置きが長くなったんですけど、今回の動画は前編と後編に分けて、リズムパターン編、そしてフィル編っていうことで、リズムパターンをまずは、このテンプレートの中で使えるようにすると。で、その中で、フィルも扱えるようにして、まあ、それをね、ちょっと混ぜて練習を最終的にできていければいいのかなと思うので、そんな感じでやっていきます。なので、今日は、リズムパターン編ということで練習をしていってみましょう。ドラム的にはどういう風な、テンプレートを作ればいいかというと、まあこれドラマーに限らずなんですけど、4小節の感覚っていうのを持っといてほしいんですね。4小節の感覚っていうのが一体どういうことかというと、まあ8ビート、ドンパン、ドットパンがあるとしたら、まあこれ4回分ですよね。ドンパン、ドットパンが1小節なんで、これ4回やったら4小節なんですけど、この感覚をまずは持っといてもらうということになります。で、なぜ4小節の感覚を持っといてもらうかというと、これね、大体世の中の楽曲そうなんですけど、大体4の倍数で曲が構成されていることが多いですね。だから例えば、イントロ8小節、A メロ8小節、B メロが4小節、サビ16小節とか、この4の倍数で曲が構成されていることが多くて、誰かとこうセッションをするとかね、誰かとこの初めましてで、ね、こうセッションをするってなった時も、大体その8小節とか16小節ごとに、まあ、お互いがこう展開を変えて進行していくことが多いんですね。で、これなぜかというと、その初めましてでこう合わせた時に、ある程度のその暗黙の了解というか、暗黙のその共通ルール
があるので、そのルールにのっとって自由に演奏ができるんですよね。だからこれが仮にもう点点バラバラ、このね、例えばこの人は7小節演奏しているつもりでも、こっちは、4小節の演奏しているつもりでいくと全然合わなくなるんですよね。だからその共通的な暗黙のルールとして、まあ8小節とか16小節で、まあ、演奏し合うというね、あのことが多かったりします。なのでその感覚を持ってると、まあ、例えば日本国内のみならず、世界各国でね、まあ、僕も、経験あるんですけど、トルコとかね、タイとか、台湾とかニューヨークとかで、まあ、セッションをさせてもらったことがあるんですが、もう世界各国どの国でも共通の感覚としてこの4小節の感覚っていうのはあります。なのでまずはね、この4小節を、数えれるようにしっかりと、できるようにするっていうことが大事なんで、まずはねこの4小節の感覚をつかむ練習をしてみてください。ちょっとステップ1としては、4小節ごとにシンバルを入れて区切りをつけれるようにします。でこの時も、口でカウントして4小節の一番最初の頭に来たらシンバルを入れれるようにすると。ちょっとやってみると、すみません。これ一瞬ぜひ数えてみてください。数えて、まあ、エアーでもいいので、まあ、シンバル入れるような感じの感覚でやってみてくださいね。じゃあいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。感じですかね。でこれで、4小節ごとに数えれるようにしておくと。ステップ2としては16小節ですね。この4のまとまりを、まあ、4回繰り返すようなイメージ。16小節ごとの、まあ、切り替えの感覚をつかめれるといいと思うので、16小節ごとにハイハットで8ビート叩くバージョンとライドシンバルで8ビート叩くバージョンを切り替えてみます。まあ、ちょっとスピードを上げて切り替えてみるので、これも一緒に数えてやってみてください。16小節で切り替えるという感じなんで、まあ、ちょくちょくシンバルはね入れようと思いますね。じゃあいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。16小節ごとにパーツをね、8ビート叩くパーツをちょっと切り替えれるようにしておくということが大事になります。まあ、これね、ある程度ちょっと一緒にこうやって数えていくと、そろそろシンバル入りそうやなとか、なんかそろそろこっち切り替わりそうやなっていうのが、なんとなくわかるじゃないですか、こう一緒に数えるとね。で、それを、例えば曲を一緒にこうね、アンサンブルをしているときに、あ、そろそろなんかちょっと展開変えてきそうやなとか、っていうのも、なんかこの暗黙のルールの感じで、なんかこう読み取れるようになってくるんですよ。で、そうしたら、あ、次はおそらくこういうアプローチでしてくるので、ドラムはじゃあ次はこういうアプローチでしてみようみたいな。なんかそういう駆け引きができるようになってくると思うんですね。今はこうドラムのフレーズだけで練習をしてるんで、ちょっとね、見失いやすいんですが、まあ、曲をね、聴き入れたら、大丈夫だと思うんで、まずはね、ちょっとリズムを叩きながら、まあ、頭でカウントできるようにするっていう感覚をしっかりと身につけるっていうことが大事になってくると思います。で、さらに、まあ、これ応用編というか、バリエーションをちょっと変えてみるとなんですが、シェイクビートっていうリズムパターン。なんかこういうのあるじゃないですか、こう。これを使えると、まあ、僕の中ではというか、セッションの時に非常に役に立つんじゃないかと思うので、このシェイクビートを叩けるようにします。8小節ごとに、ハイハットで、シェイクビート。ライドシンバルでシェイクビート。フロアタムでシェイクビート。そして最後、またハイハットでシェイクビート。っていうのをちょっと切り替わってやってます。ハイハットでシェイクビートっていうとこういう感じですよね。こう。
ドシンバルでシェイクビートっていうとこういう感じ。フロアタムでシェイクビートっていうとこういう感じ。で、最後ハイハットに戻るみたいな。ちょっとこのバージョンで、8小節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 でちょっと切り替われるようにします。一緒に数えて、まあ、手を動かせる人は手を動かして一緒にやってみてくださいね。じゃあ、ワン、ツー、スリー、フォで、これをまあ一緒にこうやって見ながら、一緒に数えられたらあのサイズ感というかねをまあ鍛えれるような練習ができるといいと思います。意外とねこれ難しいと思うんですよ。こう数えながらやるって難しいと思うんですが、口でカウントできるっていうことは結構ね無意識的にこのリズムパターンができるようになるっていうことがあの非常に大事になるので、であのリズムパターンに必死になってると周りの音楽が聞けなくなるんですよ。だから口でカウントできて、リズムパターンが結構無意識的にね叩けるようにしておくと、例えばギターの音に耳を傾けれるようになったりとか、まあサックスがまあこういう風に吹いてるなっていうのをまあ聞けるようになったりとかするので、まあセッションの練習としてまあ聞き力を身につけるということでも、口でカウントできるようにしておくっていうのは大事だったりすると思うんで、まあ口でカウントしながらまあこのいろんなリズムパターンをまあ試してね練習をしてもらうといいんじゃないかと思います。ということで、まあ、前半はちょっとこんな感じで、次回後編、フィル編ということで、フィルの入れ方についてね、レッスン動画を配信したいと思いますので、ぜひね、楽しみにしてください。ということで、本日もありがとうございました。さよなら。